はい、こんにちは、ソルです。今ですね、気になってるレンズが一つありまして、Z のレンズね。それがですね、70-200なんですよね。で、これがですね、やっぱりこのズームレンズというところで、私のね、チャンネルをご覧いただいている方であれば、まあご存知かと思うんですが、私の場合はですね、まあほぼ風景撮影ばっかりなので、風景撮影するとなるとやっぱりズームレンズがやっぱり欲しくなるというところなんですよね。で、今私の場合は、今の機材としては Z7 と、MC の 105mm、まあ、このセットで、風景撮りをしたりマクロ撮影も込みですけどやるっていうのが、まあ、楽しくてやってるわけなんですけど、やっぱりこの 105mm っていう単焦点で風景撮りをするとなると、やっぱり画角の調整っていうのがね、どうしても難しいというか、制限があるというか、限界があるというかね、どうしてもそういうところが出てくるというところで、風景撮影するとなるとやっぱりズームレンズですね、これがやっぱり使い勝手がどうしてもいいというところで欲しいなと思って、見てるのが70-200なんですよね。で、この70-200というレンズはですね、まあ出てからも結構経ちますけれども、まあ、レビューされてる方の声とかね、そういう動画とか見ててもですね、やっぱ軒並み皆さん絶賛されてると。で、素晴らしいレンズだっていうのはもう皆さん口を揃えて、話をされてるので、まずね、写りに関してはもう問題はないというかね、間違いないというのはもうすでにね、いろんな方の話をこう、見てる限りだと間違いないだろうというところで、70-200が欲しいなというので、ちょっと最近まあチラチラ見てるんですけれども、やっぱ価格ですよね。まあ価格がやっぱどうしても高いので、そんなにすぐに手が出るというものではないんですけれども、で、私がね、最近、まあ前回の動画かなとかでも言いましたけども、このレンズの特性というか仕様の部分で、まあ私がこう一つ注目した方がいいのかなと思ってるのが、コーティングの部分ね。そのアルネオコートの部分、これがまあ施されてるか施されてないかというところでいくと、70-200は施されてるレンズになるというのが、やっぱりこの今私がこう一つの基準にしようとしてるスペック上のね、基準にしようとしてるところもクリアしてると。で、さらにちょっと詳しく見ていくとですね、レンズに景石レンズ、いわゆるホタルイシってやつですね、これを使ってると。で、おそらくちょっと今パーッとさらっとね、見た感じだと、Z のレンズでホタルイシ使ってんのは、70-200だけなんじゃないかなって思うんですよね。結構いろいろとね、高そうなレンズさらっと見たんですけど、これだけしかこの、景石のレンズね、を使ってますよっていうのが載ってなかった気がするんですよね。で、これがですね、やっぱりこの70-200っていうレンズの、写りの良さっていうのをこうさらに押し上げてる一つの要素なのかなと思うんですよね。で、まあ私も全然レンズに関してはね、そこまで詳しくないんですけど、例えば F マウントのレンズで、じゃあこの景石のね、レンズっていう使ってるものっていうのを、さーっとこうね、どれ使ってるのかなって調べていくと、やっぱりこの単焦点で超望遠で、でなおかつ100万超えのレンズとかばっかなんですよね、この景石のレンズ使ってるっていうものが。やっぱりどうしてもコストがかかるのか、高いレンズばっかりにしか使われてないんですよね、このレンズが、景石がね。それがですね、この70-200には使われていると。それでしかも、70-200の価格がですね、まあ、30万ぐらいと、まあ決してね、安い買い物ではないですけど、100万とかね、こういうような単焦点レンズに比べれば、破格の値段といってもいいくらいの、もしかしたらスペックなのかなと、なんか思えてきまして、はい。で、しかもまあズームレンズだっていうところもあって、まあね、単焦点ではないんで、まあ、その分、安いっていう考え方もまあできなくもないのかなみたいなところもあったりはするんですけど、まあ、70-200っていうレンズ自体はね、現状他にこの領域でこう替えが効くレンズって Z では多分ないんじゃないかなと思うので、ね、ちょっと気になってまして。で、ね、F 値も 2.8 当時だし、で VR ついてるし、
で、なおかつアルネオコートで、で、レンズに珪石使ってるし、みたいな。この今 Z のレンズの中では、最もこの、なんだろう、技術力がこう集約されてるというか、もうトップクラスに、いいレンズなんじゃないかと思えるようなもうスペックなんですよね。この仕様だけ見てても。なので、まあ、ちょっと間違いないかなとは思っていて、でなおかつ焦点距離的にも70-200ってやっぱ風景撮りするとなるとやっぱちょうどいいんですよね。70-200って、まあ、50-250使ってた時にもやっぱ思ったんですけど、やっぱ50-250も風景撮りするにはやっぱちょうどいいんですよね。まあ50-250の場合はまあなんだっけ、 Z50 で使うと 375mm ぐらいまでいくんで、結構長めではありますけど、実際風景撮りするときにそんな 375mm とかね、その辺を使うかって言われたらまず使わないんで、ね、もう少し短い、間隔というかね、間でしか使わないんで、まあ、そう考えるとやっぱ70-200っていうのはちょうどいいかなという気はしてるんですよね。なのでまあこのスペックを見ててね、ちょっといいなと、思ってるっていう話ですね。この珪石使ってるっていうのはあんまりこう取り上げてる人がやっぱりいなくて、あの70-200レビューされてる方のこの動画とか見ててもね、これ結構ポイントなんじゃないかなと思うんですよね。で、なんだろう、あのナノクリスタルコートと、アルネオコートにまあは対応してるというか施されてますよっていう話を取り上げる方は結構いらっしゃるんですけど、この珪石使ってるっていうのを取り上げる方があまりいなくて、てか、うん、なんか今のところ見たことないのかな。まあ、なんですけど、特にこの70-200のレンズのこの評価の高さっていうのは、やっぱりこの珪石のレンズが要素としては大きいのかなという気がやっぱしてますね、今ね。はい。なので、ちょっとこれもですね、このレンズも、チャンスというか機会があればですね、欲しいなと思うレンズの今一つですね。はい。というところで、はい、やっぱ70-200、これもスペック見てるだけでもちょっとすごそうだなっていう感じもやっぱしてますね。あとテレコンつけれるっていうのも大きいですよね。はい、テレコンつけて伸ばせるっていうのもね、焦点距離はね、それもまあやっぱりこのレンズの良さの一つかもしれないですよね。はい、というところもあって、なんかいいんじゃねみたいなっていうふうに今ちょっと思ってるっていう話でございました。はい。というところで、この、今回の動画ですね、この、Z の70-200ね、まあ、これの画質の良さのポイントは、この珪石のレンズなんじゃないかという、お話でございました。はい。てな感じで今回の動画は終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。